忍者、ガイデンは、テクモが発売した忍者アクションアドベンチャーゲーム。開発は、チーム忍者。通称、忍者が、1995年を最後に終了していた、忍者流剣伝シリーズを、3D アクションゲームとして蘇らせた、Xbox 専用ソフト。タイトルの、忍者、ガイデンは、もともと忍者流剣伝の海外での名称だったが、 このタイトルから日本名も海外名に合わせている。日本ではプラットフォームが比較的マイナーな Xbox ということもあり、6万程度の売り上げだったが海外では高い評価を受け、ミリオンセラーとなった。キャッチコピーはすごすぎて何が悪い。Xbox 360でもプレイ可能。香港ではアップグレード版、忍者ガイデンブラック及び PS3 版、忍者、 ガイデン・シグマについても解説する。2008年時点で、忍者流剣伝シリーズを含む、全シリーズの世界累計出荷本数は770万本を超える。本作は、チーム忍者が、デッド・アー・ライブ3の次に手掛けた作品であり、ゲームは 60fps で動作する。格闘ゲーム、デッド・アー・ライブシリーズの開発ノウハウが活かされており、 キャラクター対キャラクターに焦点が当てられたシステムが特徴。一追複数の状況が基本であるにもかかわらず、プレイヤーが取れるアクションのほとんどが1対1の状況を前提としたものであり、攻略には守ビアな操作が要求される。その高すぎる難易度が批判を浴びることもあった。本作品には実に多彩なアクションが存在するが、ここでは、 その中でも特に頻繁に使用されるアクションについて述べる。本作には多数の武器が登場するが、ここではストーリーに深く関わるものについて述べる。武器は村正像で鍛錬することで、威力、技の種類が増し、外見も変化する。あらかじめメニュー画面で使用したい忍法を装備しておき、Y と A ボタンを同時に押すことで、気力を一つ消費しその忍法を発動できる。 忍法にはレベルが設定されており、特定のアイテムを使用することでそのレベルを上昇できる。レベルが上昇すると忍法の威力、範囲などが強化される。システム面ではノーマルモードの難易度が全体的に見直され、謎解きの簡略化や新たなアクションを追加されている。システム面では弓の空中打ち、回復アイテムのクイック使用などが拡張され、 また後半の一部ステージがカットされた結果、原作、忍者、ガイデンに比して難易度は下がっている。本作独自の要素としては、シックサックスを利用し、忍法発動時にコントローラーを上下に振ることで、忍法が強力になるという操作方法がある。原作、忍者、ガイデンにおいて、Xbox Live により実現されていた、カルマランキングは、 プレイステーションネットワークを代替手段として移植された。DLC では、プレイステーションストアに鉄追加コンテンツ、サバイバルモードが配信されている。体験版データ、イエローエッセンスは、製品版への引き継ぎが可能。旧作と同様に、リュウ・ハヤブサが主人公だが、時系列としては、ファミコン版、忍者・リュウ・ケンデン以前のストーリーとなっている。ハヤ一門に属する忍者、 龍早草は、竜人の血を受け継ぐ、竜の一族の末裔である。父親である早草一門投領、女王、早草が修行のため早草の里を一時離れることになったとき、竜は、竜剣と、父親の留守を任された。それから一年経ったある日、竜は叔父である影一門投領、村井と手合わせをする。しかし、剣を交える二人のもとへ、下級の知らせが入る。 はやぶさの里が謎の集団によって襲撃されたのだ。襲撃者たちの狙いは、はやぶさの里に封印されている伝説の的を、黒竜丸であった。黒竜丸を守らんと、襲撃者たちに立ち向かう竜であったが、襲撃者たちの頭目、暗黒の鎧武者によって、帰り討ちにされてしまう。結果、黒竜丸は奪われ、多くの同胞たちが殺されてしまうも、 龍剣の鞘の加護により龍は一命を取り留める。それからしばらく、村井の調査により、暗黒の鎧武者の正体が、神聖美丸帝国の重機卿、道区であること、襲撃を指示したのが、帝国の元首である、神聖皇帝であることが明らかとなる。道区への怒りに燃える龍は、黒龍丸を取り戻し、殺された同胞たちの胸を張らさんと、単身帝国行きの飛行船へと乗り込む。 竜と新生皇帝率いる帝国の壮絶な戦いが幕を開けようとしていた。本作の発売後、XBOX ライブを介してゲームの内容を拡張するダウンロードコンテンツハリケーンパックボリューム1が2004年8月に無料で配信された。ハリケーンパックにより新たな敵キャラクターやコスチューム、武器が追加されたことにより、本作はその魅力を一層増すことになった。 また、同年9月には、ハリケーンパック、ボリューム2が、同じく無料で配信された。通称、ハリパック。大規模な機能拡張をもたらすダウンロードコンテンツであったが、これを有料とせず無料配信した理由として、本作では、プロデューサーとディレクターを兼任したシリーズの監督、板垣ともは、ファンサービスのためだけではない。自分たちは、最初の忍者、外伝を、 完成型と考えておらず、熟成の必要がある。その自分たちの考えに付き合ってもらっているお礼として、ハリケーンパックは無料としている。という旨の発言を行っている。現在、初代 Xbox Live のサービスは終了しており、ハリケーンパックを DL することは不可能となっている。オリジナルの忍者、ガイデンに、 ハリケーンパック1.2で熟成されたシステムを加味し、その他にもミッションモードや難易度調整などが加え、アップグレード版として2005年に発売された。板垣は Xbox Live に加入していない忍者外伝ファンにもハリケーンパックにより熟成されたバージョンを遊んでもらうために作り始めた。しかし作っているうちに、 それだけではつまらなくなったので、ハリケーンパック以上の新しい技術や遊びをいろいろと盛り込むことにしたと述べている。通称、忍者がブラック。仕様変更、追加、調整は多岐にわたったが、ハリケーンパックでは使用可能であった交差の方が忍者ガイデンブラックでは廃止された。廃止理由は、忍者、ガイデンを構成する他の要素を殺しているというものであった。 初心者向け易度、忍者、ドッグも追加されているが、これは特定条件を満たすことで強制移行する隠しモードとなっている。なお、クリア後のおまけとして、アーケード版、忍者流剣伝が遊べるようになる。無印版と同様 XBOX360 でもプレイ可能で2008年2月11日からは、XBOX クラシックスとしてダウンロード販売されている。 2017年10月24日より x b o x ONE でもプレイ可能になった。忍者がイデンブラックをベースに、プレイステーション3用ゲームとして開発され、2007年6月14日に発売されている。初週の推定販売数は4886本。本作は2014年現在チーム忍者のチームリーダーを務めるディレクター。 林洋介が開発を直訴し、忍者ガイデン2のスケジュールに支障が出ないのならば、構わないという条件のもと、PS3 でのリリースが決まった。PS3 に合わせて映像もフルハイビジョンに強化されている。キャッチコピーは原作の Xbox 版と同じく、凄す,すぎて何が悪い。イメージキャラクターはリア・リゾンが務めた。2009年に忍者、 ガイデンシグマ2が発売されることが決定した。今作より、ボンデージコスチュームに身を包んだヒロイン、レイチェルのプレイステージが追加され、リュウハヤブサとレイチェルをプレイヤーキャラクターとして操作できる。ストーリーモード中、条件をクリアするとレイチェルの新ヘアスタイルを入手でき、ヘアスタイルの変更が可能になる。ストーリーモードをクリアすると、レイチェルも操作できる。 ミッションズモードが選べるようになり、ミッションズモードの最後には、ミッションエターナルレジェンドのステージが、プレイ可能になる。また、日本国内版の残虐表現に関して若干、抑えられている。フルハイビジョン化に加え、林は、原作の忍者、ガイデンではプリレンダリングムービーであったシーンを、プリレンダーではなく、プレイステーション3で、実機生成するという旨の発言を行った。 しかし、実際に発売された製品では、実機生成ムービーは、同具重機卿が登場するムービー一箇所に過ぎず、光源は実現しなかった。しかも実機生成ムービーに置き換えられなかったパートは、原作の通常が必要のプリレンダームービーをそのまま使い回し、単純にフルハイビジョンの解像度に拡大して表示したために、画像が原作以上にぼやけてしまうという結果となった。忍者。 ガイデン、シグマをベースにプレイステーションビータ用ゲームとして開発され2012年2月23日に発売された2021年6月10日に発売された HD リマスター版コレクション作品忍者ガイデンマスターコレクションでは忍者ガイデンシグマはその収録作一つである忍者ガイデンシリーズありがとうございます